松田学です。中国によるサイレントインベージョンっていうのは、オーストラリアの事例が最近注目されてますが、なんといっても日本では沖縄なんですね。一番これが進んでるんじゃないかと言われてるのはですね。いや、沖縄はこれやっぱり日本の古来の場所なんだということをですね、地域なんだということについて、我々がもっとこれ正確な知識をですね、もう知らなければいけないし、そういったことを主張できる根拠というのをやっぱりたくさん集めなきゃいけないという中で、前回は言葉の話をいたしました。日本語のもともとの古語、それが一番残っているのは沖縄なんだというお話をしまして、でもう一つ民族の同一性というものは言葉と、もう一つは宗教があると思うんですね。この宗教の歴史が、実は日本の宗教の歴史と沖縄の宗教の歴史って まさにこう一体となって進んできたということについてですね、今回も沖縄防衛対談シリーズ9回目になりますが、中村悟さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回のテーマは、沖縄の神社は誰が建立をしたのかと、まずそもそも沖縄に神社ってやっぱりあったのっていうところですね。沖縄は琉球という国だから、なんか別で中国みたいなところだから神社なかったんじゃないのぐらいの方も、もしかしたら、沖縄へ行って観光旅行は行かれるんですけども、神社に参拝なんて、普通行かないので、沖縄に神社があることももしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれません。ただ、沖縄でですね、結構観光客がいらっしゃる神社もあるんですね。これ那覇の中心地にあって、中国人が多かった時はよくフェリーが来るとなぜかここにたくさん来てましたね。そうですか。来てましたね。でここの神社ですね、瓦が赤いんですよ。で写真を撮るとですね、なんか中国っぽく見えたりとかですねする場合もあるかもしれないんですけども、神社でありますので、神様を祀っておりまして、中国の神様なんか祀っておりませんが、ここですね、御祭神何なのかというと、熊野三神なんですね。なるほど。これ漢字の書き方もなんかいろいろ種類あるんですけど、イザナミギの御事、ハヤタマの御事、琴坂の御事と、あとヒヌカンって、火の神、あとウブスナの神、スクナヒコの神と、こういったのをお祭りをしてるんですけども、でこれもいつ神社できたんですかっていうと、不明っていうんですね。この神社はいつできたかわからない、いつあったのはわかるという話ですけども、ちゃんと由来は残ってるんで、由緒っていうか伝説みたいなのは、これ昔この波の上のですね、こう今砂漠があるんですけど、裏がですね崖なんですよ。もう断崖絶壁、ですけど、この断崖絶壁のところにこう、沖縄の方言では右岸所っていうんですか、拝み所っていう、こう石を積んだようなところあって、から海に向かってお祈りをするという、そういう祈りの場所だったんですね。この建物っていうのは結局後から、日本の神社もそうですけど、そういう石とか岩とか、木とか御神木とか、そういうのが最初にあって、後からこういう社屋っていうのは作られてきますよね。でこのここでどういう伝説があるかというと、ある若者がなんか物をしゃべる石を見つけて、でこの石に乗ってるとなんか宝玉だったと、ところがこれを大切にしてたけど、これを奪おうというなんか神様が出て、逃げてこの波の上のここのところにですね、ここの場所に逃げて、で神託がこうなんかお告げをいただいてですね、我は熊野権現なり、この地に社を建て祭れ、しからば国家鎮護すべしっていう、なんかこうね、インスピレーション降りてきたっていうわけですよ。ちゃんとスピリッツがお告げがあったんですね。でここでこれを王府に奏上して、王府は社殿を建てて厚く詰まったと。これが波の湯宮ですよと。なるほど。でこの時に最初は単なる拝み所で自然神みたいなもんだったのが、熊野三神を祀ったという、これが伝説で、あります。でも歴史はもうちゃんとしっかり残ってるのがあって、誰がこの熊野三神をやる肝心っていうんですかね、肝上っていうんですかね、神様をこう下ろしたかというと、西中上人という方がいらっしゃるんですね。最高者と。これはいつかというと、1500年代ですけど、この西中上人という方が高野山で真言宗ですね、空海の
高野山で修行して、まあ、あの和歌山あたりでいろいろ多分修行してたと思うんですけど、あの穂だらく都会っていう苦行をやられたんですね。穂だらくですね、穂だらく、はい、これ穂だらく都会っていうのも、これは、こういう字を書くんですね。穂だらく、はい、まあ、これなんかサンスクリットでボタラカをそのまま、あの訳したみたいな話なんですけども、この穂だらく都会っていうのは、穂だらく、あの極楽浄土っていうのは西方、西方極楽浄土っていう言葉があるじゃない、仏教に。ありますね、西方極楽浄土、はい、あとはですね東方浄瑠璃浄土ってのがあるんですよ。東の方には浄瑠璃浄土ってのがあるんですよ。浄土がなんか3種類4種類あるらしいんですね。で南方が穂だらく浄土らしいんですね。 なんか南の方にこの船に乗って、穂だらく浄土に、いわゆる天国に、キリスト教でいう天国に着くんだという修行をするんですけども、この時に乗るのが、まあ、写真写ってますけど船、あるんですけど、この船があって、あの四方向に何とかも何とかもってこの鳥居を作って、はいはい、その真ん中に四角い箱みたいなのがあって、はい、この箱の中に入って、周りをトンカチでトン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 って全部出られないようにして、もうよっぽど何かぶつかって破壊されるか、なんかないとぶつからないようにして、はい、もうあとは運任せ天任せで、まあ、いくらかの食料は中に積んでると思うんですけど、行くわけですね。でこれが穂だらく都会っていう、そのもう、即身成仏みたいな、そういう修行なんですね。これがですね、奇跡的に沖縄本島に流れ着いたっていうんです。で流れ着いて金っていう、あの沖縄で金村っていう地名があるんだけど、はい、金って書いて武士の武って書いて、これで金って発音するんですね。で金というところに流れ着いて、ある若者がこの船を発見して、なんだこの船はって思ったら、はい、中からうーってうめき声が聞こえるってわけですよ。はいはいはい、でこれでなんだ中に人が入ってるじゃないかって言って助けたら、この日中商人 で一生懸命解放してたら、なんかどうも偉い坊さんだということが分かったと。でこのお坊さんに、あの金のところになんか洞窟があるんですね。でそこの洞窟になんか大蛇が出て子供たちを食べるっていう、なんかあるのがあって話があったん で、でそれをあのこの偉いお坊さんにお願いして、じゃあなんとか退治してもらおうというお話、お願いをしたら、じゃあ分かったと言って、なんかこのお祈りをして、まあ、あの密教ですから、なんかこううーんってなんかやった空海みたいに多分やったと思うんですけど、それでこれ退治したっていうわけですよ。でもう今いなくなったから、今度は前身となってここの町を、守ってくれると思うとかっていう、そういう退治をして、でその後もそこにしばらく住んで、沖縄に来る前に学んだ、田んぼの耕し方とか、はい、きっちりしたあのいわゆる生産性を上げるなり方を村人にきっちり教えたら、はい、もうそこがもう豊作になって栄えてきたと。でそれをですね、首里の王様が、またなんか首里の王様とかですね、その、まあ、側近のそういう宗教関係の人が、なんかこう偉い坊さんが、神様みたいな人が沖縄に来るっていう、なんかインスピレーションもらったっていうんですね。でまた噂で金の方になんか偉いお坊さんが来て、なんか繁栄してるっていう噂を聞き寄せて、役人を送ってですね、ぜひ首里城に来てくれというお話をして、首里に招いて説明をして、この波の上宮をぜひもう一回再興してくれというのが、さっきの波の宮の話になるわけですね。でそれで波の宮を再興したら、今度はその後にも沖縄の神社をあるのをことごとく再興して、全部熊野三線を、熊野三線してたと感情したわけですよ。なるほど、すごいですね。でこれ、まあ、祀ってる熊野権現っていうのも、はい、まあ、普段生活してるとなかなか、まあ、和歌山にでも行かないとわからない話だと思うんだけど、はいはいはい、これ最初私聞いた時に、えっと思ったんですね。沖縄の神社誰が建立したのって言ったら、お坊さんって、最初あれ神社お坊さんが、はい、あれ神社なのにお坊さんが作ったのと、なんで神社お坊さ なんか詐欺じゃないのみたいな話の思うんですけど、これはあの今の私たちの感覚であって、本当の日本の宗教のあり方っていうのは、やっぱ神仏集合が日本の宗教のあり方、神仏集合ですね、基本だと思うんですよ。本当は神仏集合が日本のもう拒まずに全部こう融合していくっていう ね、はい、排除しないでこういいところを取り入れて統合して日本の文化にしていくっていう、はい、これが
神仏称号ですけど、これの一つのルーツがこの熊野信仰なんですね。まあ、真言宗から始まってるんですけども、まあこの熊野三山というのがあって、熊野に三つ大きな神社があって、ね、熊野元宮神社、まあ、大宮か元宮か、ちょっと元宮ですね、はい、熊野元宮大社、はい、熊野早玉の大社、はい、熊野那智大社と三つあって、はい、 ますね。あと権現というんですけど、これは分かりやすく言うとなんか化身みたいな形ですね、はい、本当は阿弥陀如来とか、偉い仏教の神様が、はい、まあまあ、神仏教だから神様って言っちゃいけないのかな、仏教の、まあ、如来偉い方がいらっしゃるんですけども、このもう辺境の日本の人たちを救うにはこの阿弥陀如来のままの姿だとわからないと、じゃあこの日本の人たちを救うために仮の形として権現として、例えば天照大神の形で、はい、出ようとか、スサノオノミコトの、はいはい、化身としてやろうとかですね。なるほど。まあ、そういう日本の神様に化けて日本の人たちを救うという、だから天照大神も阿弥陀如来も同じだという、そういう、なるほど、だから、うん、天照大神を信仰していることは結局はあなたも阿弥陀如来を信仰していることになるんですよみたいな、そういう話、神仏集合ですね、本当に、はい、でそういうのを取り入れたっていう、うん、もう全部日本の神様と仏教の如来とかとこう全部なんかいろいろつながってて、うん、もう名前がいろいろあるんで、あれこっちとこっち違うなっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ざっくり言うとそういうことらしいです。はい、でこの日宗上人っていう人は私ですね、はい、まあ、沖縄の人もほとんどみんな忘れ去られてるんですけど、うん、実はですね、あ、この人超偉いお坊さんだなと思ってですね、うん、もうもしかしたら空海よりも偉いんじゃないかなっていうぐらい思ったんですね。うん、まあ、上野の国っていうと、これ上野って書いて昔は違う読み方ですかね。上野の国です。うん、栃木の方ですかね。群馬。上野そのあたりでしたね。どこでしたかね。北関東のどこかかなって私思うんですけど、はい、まあ、そこに生まれた、はい、生まれて、まあ、人を殺して、はい、まあ、仏教では逆縁って言うんですけど、はい、まあ、まあ、悪いことを犯して罪の懺悔の言葉から仏教の縁を持って、うん、はい、それから修行の道に入るっていうことだと思うんですけど、はい、そこから出家をして、まあ、密教の奥義を極めるわけですね、はい、もう空海の再来かなみたいな感じがするんですけ ど、うん、なるほど。それで、まあ、不堕落をして、まあ、ここで沖縄に流れ着いて、はい、まあ、今言ったお話で、まあ、沖縄に神社をこうたくさん作って、うん、それから今度はですね、もう波の湯を作ったら今度沖縄を去ってですね、はい、今度は鹿児島に行くんですね、うん、で島津忠義、まあ、もうこの日宗上人に来た時代はもうずっと生まれた時から死ぬまで戦国時代なんですね、はい、でその戦国時代の島津忠義の帰依を受けて今度は、まあ、鹿児島の方にいろんな、神社を建立をするんですけれども、うんうん、で最後はですね1575年73歳、はい、天正3年で入城ってあるんですけど、これはまたこれまた触身成仏なんですね。もうこの、はい、まあ、薩摩がずっと栄えるようにとかっていう、まあ、薩摩のもういわゆる一番偉いお坊さんですから、はい、まあ、薩摩のことを祈って、多分、まあ、入塾したんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、この後鹿児島は、まあ、廃仏毀釈でいろいろ神社がほとんどなくなるぐらいの影響を受けるんですけども、はい、まあ、右上にあるんですけど、まあ、日宗神社とかですね、はい、まあ、日宗堂とかこれまだちゃんと残っているんですね。だから鹿児島の神社も沖縄の神社もほとんど、はい、もう日宗上人。ああ、そうですか。ですよ。なるほど。で沖縄の神社、まあ、どんな形かというのを、まあ、ざっくり、はい、全部御祭神から勘定壇から、うん、あと神門家紋っていうのがあるんですけど、神社には神門っていうのがあるんですね。はい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 。でこれも全部調べてまとめて、よく調べましたね、でもましたいや、はい、これ、これ資料価値はこれまとめたの多分ここしかないですよ。あ、はいはいはい、全部、まあ、創建時期からなんか全部まとめてみたんですけども、はい、今、琉球八社っていういわゆる琉球国の
まあ、お墨付きというか、うん、まあ、下側に尾行のところに 1,2,3,4 ここ全部こ今、浪江宮、普天満宮、沖野宮、アメ宮、西予市宮、式名宮とあるんですけど、全部これ琉球の管理してる、いわゆる公務員みたいな感じになるような、うん、住職が公務員になるような神社ですね。この中で面白いのは神門が、三つどもえが多いんですよね。あ、確かにそうですね、うん、これ八幡宮と一緒ですよね、はあはあ、でも八幡宮とから伝わったわけじゃなくて、うん、熊野権現から来たのに、なんで、うん、三つどもえの八幡宮のマークなのかな、うん、神門なのかなっていうのは私ここまだ謎が解けてないんですよ、うん、でこれは全部御祭神はすべて熊野三神が、熊野三神がほとんど祀られて、ね、おりますね。阿佐と八幡宮、琉球八社の中では阿佐と八幡宮以外は全部熊野権現が祀っておりますね。これ2枚目。そうですね。あと阿佐と八幡宮と金宮、うん、これが実は一番古いですね。古いっていうのは、熊野三神を祀ったのが一番最初はこの金宮。これも一番、まあ、ちっちゃい田舎なのでちっちゃいんですけども、うんうん、あと宮古神社っていうのもあるんですけど、はい、これもですね、都の方に移して勧進したっていう、うん、移して、これまあ勧進したのはもう日中初任じゃないですけども、なるほど、はい、まあ天照大神とか熊野三神とか、れっきとした日本の神社、はいはい、そうなんですよね、はいはいはい、で沖縄の神社の面白いところは、はい、まだいまだに神仏習合の名残がかなり残ってて、はい、もうほぼ同じ住所にですね、はい、神社と寺が必ず隣接してるんですね、うん、なるほど、はいはい、で浪江宮は護法寺、うん、沖野宮は臨海寺、式名は新王寺、普天満宮は新宮寺と全部、うん、もう神仏分離令で明治時代に分けられたんで、全部分けられてますけれども、昔はもう本当、一体だったでしょうね。これは沖縄が歴史とした日本の文化そのものと、うん、いうことですよね。そうですね、はい、はい、これは神社の歴史であります、はい、なるほど、まあ、沖縄の神社も結局は日本の神社と同じ、昔は岩とか、はい、まあ、沖縄の場合は洞窟と崖なんですね。なるほど、大体洞窟が多いですよ、うん、神社の裏には必ず洞窟があるって言ってるぐらい、あ、洞窟が多いですね。で多分山の方に行くと岩とかですね、はい、もう山自体が御神体とか、はいはい、ところもありますよね、はい、で結局神社が社屋ができたっていうのは実は仏教が伝来したからですよね、うん、仏教は寺があるじゃないですか、はい、神社は寺がなかったわけですよ、はいはい、で社屋っていうのはそもそも本当は御神体があるとお祭りをすると、うん、まあ、秋の豊穣の祭りをするというと、はい、ステージみたいなところなんか使ったりとか祭壇みたいなものを作ったりとか、うん、いわゆるイベントの特設施設だったわけですね、はいはいはい、最初は、はい、そうですね、でこれをもう永久施設にしたのが社屋を仏教のカルチャーを持ってきて日本式にして作ったと、うん、なるほどなるほど、でそれだから仏教の人が神社を建立してるわけですよ。そういうことなんですね、なるほどね、はいはいはい、うん、はい、あと仏教の歴史、じゃあ、沖縄には沖縄の仏教は日本の仏教と違う仏教がやってきたのかっていう、また、うん、まあ、今、まあ、日中上人なんで、はいはい、話しちゃったんで、神社ほとんど お坊さんが作ったっていうのは分かったんですけども、そうです、ね、一応沖縄の仏教史これもかなりざっくりまとめてみました、はい、一番仏教とかすったのが鑑真和尚、鑑真和尚ですね、はい、もう何度も日本に来ようと思って、はい、もう失敗失敗失敗と6回目にやっとで日本に来て、いわゆる日本の仏教が汎用するためには会を授けないとちゃんとしたお嬢さんとして認められないんで、うん、はい、誰かが行かないといけないと、うん、じゃあ俺が行くって言ったのが鑑真和尚ですね、はいはい、もう日本の布教の、使命を持って何度も渡ったんですけど、その時にたどり着いたのが、一番最初にたどり着いたのが沖縄だっていうんですよ。あ、一番最初沖縄だったんですね、でこの時には吉備の真吉備も一緒に沖縄にたどり着いて、うん、はい、まあ、2週間滞在、沖縄に滞在をしてたっていう時に、うん、この時にお香縄とかですね、なんかそういう当て字で記録が残ってるというのが一番古い仏教の記録であります、うん、で布教としては、仏教の布教としては全漢和尚っていうのが記録に残ってるんですけども、この方はですね、日本人なのか中国人なのかわからないんですよ、うんうんうん、
ただ13世紀に英宗王というあの王様の時にこの僧が那覇に漂着をして、うん、まあ、あのお寺を建てたと、はい、お寺の名前が龍福寺とかですね、まあ、浦添の方にお寺を建てたと、うん、これが一番古い記録であります。もうこのお寺は今浦添中学校のグランドになっているらしくて全く跡形もなくなっちゃってるということです、うん、で先ほどの浪江宮の元である護国寺を建立したと、建立って言っちゃいいのかな、まあ、改装という記録残ってますけど、来住上人という方が、はい、まあ、薩摩の方から琉球に渡ってきたのが、うん、まあ、あの護国寺浪江宮の元のお寺の一番最初、うん、これが1349年のことで、あります。でこの後ですね、京都のお坊さんとが琉球のお坊さんとかなり行き来をする時代が来たんですね。1400年代、海印禅師っていう、まあ、禅寺臨済宗の修行者なんですけど、まあ、琉球に来てですね、小太宮王、小徳王、小円王、小真王って4つの王様に仕えた方がいて、この時がもう仏教のもう沖縄の仏教の最盛期なんですね、うん、まあ、沖縄の観光地とか、 なんか沖縄の歴史勉強してるとよく言う、万国津梁の鐘とかっていう、はあはあ、話聞くんですけど、はい、この万国の津梁の鐘を作ったのこの時期ですね、はい、あ、そうなんですか、この時期も、うん、まあ、かなり、まあ、沖縄でも戦乱の時代が続いたんで、はいはい、クーデターとかあったりとかですね、城が焼けたりとか続いて、うん、その後続いた小太宮王が、うん、もうお寺をもう次から次にたくさん建立したのは、うん、この時のお坊さんがこの海印禅師ですね。なるほど。今度江戸時代に入るんですけど、江戸時代になった時に沖縄の大きな影響を与えたお坊さんがですね、太中少林という方、はい、この方はいわきの浄土宗のお坊さんですね、うん、で明に行って明に渡るんだっていう決意をして、はい、で当時の琉球に来るんですけど、うん、なかなか許可が下りなくて結局行けないまんま3年間経っちゃったんですよ、うん、この3年間遊んでるわけじゃなくて、いわゆる庶民に、まあ、浄土宗ですから、念仏唱えれば救われるっていう、うん、まあ、字が読めなくても信仰できるような形ですね、はい、でそれ以前のですね仏教はどっちかっていうと、もういわゆる、まあ、ハイソサイティの方々、うん、まあ、琉球の王様中心の仏教、はいはい、もう支配層の方の仏教なんですけど、この太中少林はもう庶民に受ける仏教で、はい、これを広めたんですね、はい、これを広めたで念仏踊りっていうのを、はい、こう広めたんですよ。あ、そうですか、はい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 、ね、この、ね、念仏踊りが今何として残ってるかっていうと、はい、エイサーとして残ってるんですよ。あ、そうなんですね。ヒーヤサッサーとかってやって、はいはい、まあ、掛け声はその時のヒーヤサッサーってやったか私は分かりませんけど、うん、けどもう念仏エイサーっていうのは基本的に盆踊りなんですね。あ、はい、もう今はなんていうんですかね、いわゆるエンターテインメントみたいなイメージがありますけど、もともとは盆踊りで、まあ、今も沖縄でもいろんな田舎の方行くと青年会が、はい、お盆の時期になるとエイサーやって近所回る、ね、そうですね、ですけど、まあ、今は観光地とかでエイサーを見せたりとかですね、うん、やりますけど、もともとはやっぱ盆踊り。そうなんですね、これ分からないと盆エイサーが中国から来たもんだっていうふうに勘違いするみたいな。なるほど、ちゃんと知っとかなきゃいけないですよ、これのイメージ操作もあるんで。なるほど。中国のですね方でエイサー福建省の方大学でエイサー大会をやったとかですね、おで福建の師範学校が優勝したとかですね、そういうようなこと福建省やるんですよ。あ、まあ、下手ですけどね、見たら下手ですけど、太中商人が持ち込んだものだとちゃんと覚えておかなきゃいけないですね、これは、はい、そうなんです、はい、でそのすぐ後に、菊院長老というお坊さんが、はい、いろいろお仕事をして、はい、これは琉球が江戸の支配下に入る時のいわゆる薩摩の琉球征伐とか、はい、まあ、学校の教科では琉球信仰とかで書かれてるんですけど、うん、この時にもう王様の側近で、
この方はですね、沖縄出身なんですよ。うん、沖縄出身だけど、京都のなんか5つ、五山に登るって証言してるんですけど、お坊さんです。あの時代、五山に登るってどういう意味ですかね。もう5つのお寺を修行した、修行したってことですかね。そうですよね。まあ、京都五山というふうに言いますけどね。京都の五山に登ったっていうふうに、それから戻ってきて、あのなんか優秀なんですね。うん、京都で勉強したんで、当然あの沖縄だから沖縄の方言しか喋れないわけじゃなくて、うん、あの薩摩の人が来ようが誰かが来ようが交渉できるわけです。で、講和のその講和の役をしたりとかですね、はい、この薩摩に連れてかれて江戸まで連れてかれた少年王のと一緒にずっと本土に行って、うん、あのまあ、面倒を見たりとかですね、うん、まあ、そういうようなことをやった方であります。うん、江戸時代になると、あの江戸時代ってですね、沖縄においても、はい、日本においても、実はあの仏教の立場から見たら暗黒時代なんですね。うん、意外なんですけど、うん、面白いのは、あの檀家制度っていうのは沖縄はないけど、今度みんな檀家制度あるじゃないですか。はい、檀家制度っていうのが仏教の基本だと思ってるじゃないですか。そうですね。うん、ところがこの檀家制度っていうのはいつ作られたかって言ったら、昔々からあるわけではなくって、うん、まあ、仏教の元であるインドにも中国にももうなくって、日本だけになるんですね。うん、檀家制度っていうのは、はい、この檀家制度っていうのは、もう私だったら何々人っていう、その、はい、あるんで、これ作ったのが江戸時代。江戸時代なんですね。江戸時代なんですね。だからつい最近の仏教の歴史から言ったら、つい最近の特殊事情出てきて、うん、この檀家制度っていうのが何で作られたかって言ったら、キリシタン追放するためですね。うん、なるほど。うん、あ、で最初は宗教宗門改めみたいなもので、はいはい、もうお前はキリスト教なのかどうなのかっていう、うん、もういわゆる一人一人信仰何してるかっていうのをちゃんと分かるように管理をしたわけですね。うん、もうキリスト教の人たちが忍び込んで、また島原の乱みたいな、ああいうことを起こされたらたまらないと、はいはいはい、で幕府がもうこれは自分たちでやるのは面倒だから、うん、じゃあこれを管理をするのはお寺にやらせようというので、宗門改め帳みたいなもの で、ね、で結局私は何々宗から何々宗に変わったとかいうことも全部お寺で管理をさせるようにしたわけですね。うんうん、結婚する時もこれがないと結婚もできない。うん、今で言うと個人情報を国が管理してるんだ。個人情報の管理をお寺に委託したみたいな。あのスウェーデンなんかは教会がずっとやってたんですね。それと似てるかもしれないですね。似てますね。それと似てるかもしれないですね。はいはいはい、なるほど。でもう一つ意外なのが、仏教は布教禁止だったんですよ。へっと思って、仏教布教禁止。でも檀家制度があるから食いっぱぐれはないですよね。はいはいはい、永久契約。はい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 、なるほど。永久契約、布教しなくても済むと。だからお寺の人は多分勉強も修行もしなくなったんですよね。あ、まあ、でもそれって、うん、まあちょっとかなり賢い政策ですね。そうやってちゃんと食べさせてやれば布教しなくて済むっていう。布教はしなくて済む。なるほど。で、はい、幕府がやったのは、逆に儒教を推進したわけですよ。まあ、儒教になってたんですね。で寺小屋ってのがあるじゃないですか。そうですね。はい、寺小屋で仏教を教えたのかなって思ったら、儒教をしてたんです。儒教なんですね。なるほどね。なんか昔から不思議だったんですね。寺小屋っていうんだから仏教を教えてるって普通思っちゃいますけど、ね、寺小屋って言ったらね、南無法華経教えてるのかって言ったらそうじゃなくて、なんか儒教教えてるって、ね、そうですね、そうなんですよね、はい、そうなんですよ。で、この制度は、はい、沖縄も同じだったんですよ。あ、同じだったんですね。同じだったんですよ。だから沖縄のお坊さんも仏教を勉強しても出世できないですよ。だから何をやったかっていうと、ですね、あの沖縄のまあ9人だと言われたら、久米36世の子孫と言われている人で、はい、一番出世したのが、丁純足という人がいたんですね。丁純足という人が、中国に留学をしたんですけど、お坊さんが、はい、だからもう仏教勉強しないでですね、儒教勉強したんですよ。あ、そうなんですな。儒教勉強した方が出世できるから。でそれで学んで帰ってきたのが陸遊縁起という、教えを学んで帰ってきたらしいんですけど、はい、これを薩摩の藩主の島津義孝が、はい、これはいいと言って、うん、将軍琉球の定巡足が琉球縁起というこんな教えを持ってきたんですけど、うん、これどうですかって幕府に献上したってですね、はいはい、したら幕府の方もこれはいいって言うんで、うん、全国の寺で琉球縁起を勉強しなさいっていうのをやったっていう、
お話なんですね。なるほど。でただ、沖縄には檀家制度ないですよ、うん、でもなんでないのかっていろいろ調べたんですよ、うんうんうん、そしたらですね、実は薩摩は檀家制度のを取り入れてなかったっていう、あ、だから沖縄も取り入れてなかったっていう話、あ、で、あ、そうですか、あります。なるほど、でそこは薩摩と一緒なんですけど、うん、その後の明治政府の方が神仏分離令を出したんですね、はい、廃仏毀釈と神仏分離令混同するんですけど、政府が出したのは神仏分離令なんですよ、はい、で廃仏毀釈っていうのは寺の打ち壊し、寺の打ち壊しなんですけど、はい、これは明治政府はやってないですね、うん、あ、なるほど、もうただ、うん、民衆がやっちゃった、民衆がやったんですね、民衆がやったのが廃仏毀釈、うん、はいはい、政府が出したのは神仏分離令、うん、で、沖縄の方では神仏分離令だけで廃仏毀釈起きなかったんですね、廃仏毀釈起きなかった。でも一番起きたのが鹿児島なんですね、うん、で鹿児島は1616ってあった寺がもうほとんどなくなっちゃった、うん、ほとんどなくなった。でこの違いは何なのかなっていうと、このどうもなんかお寺に対するなんか憎しみみたいなものがあって、うん、このお寺のお坊さん腐ってるってみたいなものがあったみたいですね、うん、もう永久特権階級みたいな感じに多分なってて、堕落してるっていう風に感じて、教えは広めないし修行はしないけど、もう檀家制度っていうなんかその権利だけあるのからかもしれないですけど、これもうちょっと調べないといけないですけど、まあ廃仏毀釈運動が起きたのは庶民のお寺に対するその憎しみみたいなのがあったという、そういう話で、なるほどね、あります。はい、じゃあ最後まとめに参ります。これちょっと前半というのがいらないですね、はい、まあ、まず、まあ、沖縄の原始信仰形態、まあ、琉球神道というふうに呼ぶ場合もあるんですけども、はい、まあ、それも日本と同じ自然崇拝、祖先崇拝で、まあ、再生一致、はい、これももう日本と一緒ですね、再生一致。で1350年頃から日本の構想が来流し、寺の建立が始まりましたと、うん、中国の人が来て始まったわけじゃないですよと、そうですね、これは大事ですね、うん、はい、で正体起源の時代から仏教はもう成立したと、うん、もう一番ピークを迎えた。1500年頃に神仏習合の思想が流れ込み、神社の再興が始まったと、はい、琉球発祥、それは熊野信仰で、ほだらく都会僧の日中聖人が沖縄にもたらしたものだと、琉球王府が保護した琉球発祥のうち7つは熊野権現を祀っていますと。で和歌山とは縁が深いんだなと思ってですね、うん、今更今度行かないといけないなってちょっと思ってます、うん、で正英王の時代1573年から1588年に僧侶が本職を離れて政治的な役割も担うようになり、まあ、堕落が始まったと。で少年王の時代には太中商人が来流し浄土宗を布教し、その時の念仏踊りが今はエイサーとして残っている。正太急王から少年王までの150年間が沖縄仏教の全盛流、まあ、盛んな時代だと、はい、江戸幕府は、寺社奉行を設置し檀家制度を設け、寺にキリスト教の取り締まりや事実上の戸籍管理の役割を持たせた。琉球は1609年の薩摩の支配下に入ると寺社の建設も布教も禁止され、キリスト教一向宗教取り締まり役割を担わされ、儒教を学ぶように命ぜられる。それは江戸幕府の宗教政策を推進する薩摩の制度と全く同じだったと。現在の沖縄に檀家制度がないのは、江戸時代の薩摩は幕府の命令に背き檀家制度を導入しなかったから、まあ、薩摩の支配下にあったからだということです。沖縄の信仰は原始信仰の時代から日本と全く同じものが流れている、一見違っているように見えるのも大陸の影響ではなく薩摩の影響によるものであると、こういう結論でございます。まあ、結局宗教から見ても沖縄は立派な日本の、はい、国家の中にある地域であって、ね、あり続けてきたと。日本の信仰形態の中に、はい、の文化形態の中に間違いなく、間違いなく文化形態の中に属しているということですね。まあ、そういうことで、はい、沖縄を知っておかないとですね、日本を守ることができないということで、今回は沖縄のこの歴史について宗教面からいろんな素材を出していただきました。でもいろいろ調べていただきまして、はい、どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。